こんにちは。マイブックシェルフのコーナー。今日は、ドーン。ドーン！淀川長春さんの本を取り上げてみたいと思います。淀川長春さん。日本では有名ですね。有名な映画評論家の方です。あと、日曜洋画劇場ってテレビ番組で映画を紹介されていて、番組の最後に、さよなら、さよなら、さよならって挨拶する、さよならおじさんとしても有名でした。英語で言うと、He was a prominent Japanese film critic, film historian, and television personality とのことです。淀川さんは1909年生まれで、子供の時からずっと映画を見てらっしゃったということで、もう映画の初期の頃からずっと、まあ、89歳でお亡くなりになるまで映画とともに、映画の歴史とともに人生を送られた方ですね。特にですね、チャップリンがお好きで、実際にチャップリンに会った思い出話とか、あとチャップリンの愛のある映画についてとか、たくさん本を書いてらっしゃいますね。で、映画で人生を学んだ、映画で愛を学んだ、映画で人を学んだということをよくおっしゃってて、淀川さんのモットーが、私は嫌いな人に会ったことがないってことをよくおっしゃってましたね。I never met a man I didn't like っていうことをモットーにされてた。これはすごいですよね。ちょっと嫌な感じの人に会っても、よく見ればその人にいいところがあるんじゃないかっていう視点で、いいところを見つけると好きになっちゃうっていう、とても人間が好きっていう姿勢ですね。これは映画についても、映画の見方としてもよくそういうことをおっしゃってて、例えばなんか、こう、評価の高い映画でも、難解で難しい映画があるじゃないかとかいうことを、なんかラジオで、こう、視聴者がおっしゃったら、あなた、芸術を理解するためには格闘しなさいっていうことをおっしゃるんですね。何回も繰り返し見て、いいところがあるんだから、よく見なさい、格闘しなさいっておっしゃってますね。だから淀川さんの批評っていうのは、こう厳しいところもあるんですけども、格闘した末の感想とか批評をされているので、大変信頼できるというか、そうなんですよ。だからなんか、うちらがいい加減に、あの映画長かったわとか、わからんかったわとか、つまらんかったわとか、あっさり言っちゃうとですね、こう、読み手の方がですね、見る側がなんか、格闘してなかったっていう、その、なんか浅はかさを露呈してしまうことがあるっていうことですよね。しっかり、いい映画をちゃんと見ましょうっていうことをおっしゃってます。淀川さんの本を読むとね、たくさんいい映画を紹介されてて、本当にいっぱい映画見たくなっちゃいますよ。素晴らしい。すごいよくできたお人柄。でもね、すごいなんか選ぶったりしないで、すごいやっぱり優しい言葉で解説されるっていうのは、すごい人に必ず共通してることですね。すごい人っていうのはやっぱり簡単な言葉で説明してくれるっていうところがすごいたるゆえんですね。淀川長春さんの本もそうだし、もちろん淀川さんがおすすめされてる映画も見るとすごい心が豊かになるんじゃないでしょうか。では皆様、長らく今日は長いこと喋ってすいません。聞いてくれてありがとう。では今日はこの辺で、ごきげんよう。グッバイ。